や破壊の魔物です。ですが魔物の姿に変わってからずっとあの子は泣いているのです。どうしたんだ。姫様、姫様、聖剣の姫君、あなたなら魔物と化した我が子を殺すことができるはずです。その聖剣でこの子の首を落としてください。そうすれば魂の尾が離れ魔物も姿を保てなくなります。そんな。